どうも、沼さんです。皆様おはようございます。今回はですね、アケビちゃんのセーラー服の第5話の感想ですね。こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは1つ目ですね、稔と小道というところで、 と小道がですね、学校に出た青大将をきっかけにですね仲良くなっていたわけなんですが、まあ、こう女の子同士で青大将の話で盛り上がっていたりするっていうところはですね見ていて面白かったところではありますね。また稔がですね小道の瞳を見た時に「アザラシみたいな瞳」っていうふうに こう言っていたわけなんですが、まあ、こう言われてみればこうアザラシに似ているような気がしなくもないっていうところではありましたねまあでも小道の瞳をねそういう風に表現するかっていうところでちょっと意外な感じでした、まあ、それとミノルがですね青大将は地域によって模様が違うっていうことを 話していたわけなんですが、まあ、その話をですね興味を持って真剣に聞いているっていうところがですねこう小道らしいなっていう風に感じたところではありましたねまあ、にしてもねこうミノルが満月寮に来た日にですね超追いかけていてまあ、こうそこで小道の姿を見かけていた っていうのは少し意外だったんですが、まあ、その小道をね見かけた時には小道の隣にですねカオもいたっていうところがですね、まあ、さらに意外だったところではありますね、まあ、そういうところでまず1つ目の感想である「稔と小道」というところ終わっておきますでですね次2つ目の感想に 入っていくんですが人間観察をしようというところで小道と稔がですね人間観察を始めていたわけなんですが、まあ、こう人間観察をしていくことでいろいろなことが分かってくるっていうところがですねこう見ている側としてもなかなかね楽しいところではありましたね、まあ、中でもねホタルが まあこう自販機の一番上の段のこうおしるこのボタンですね。まあこれを押そうと頑張っているっていうところが見ていて微笑ましい限りではあったんですが、まあそこでね、こう黙って見ているだけじゃなくて手助けをするっていうところがですね、小道らしいところではありましたね。まあそれと瞳がですね、 1一組の生徒から話しかけられている時にやす、まあ、子にですね後ろから話しかけられたりしていたわけなんですが、まあ、この瞳と安子というね背の高い2人が一緒にいることが多いっていうところはですね何かしら理由があったりするのかなっていうところで、まあ、少し気になったところではありますね、まあ、にしてもね。 こう絵を授業の時に授業で描いている時にルの絵がうまいっていう話になっていたわけなんですが、まあ、こう日頃から観察した生き物を描いているっていう成果がですね、まあ、こういう,こう絵を描く授業で生きてきているっていう感じでした、まあ、そういうところで2つ目の感想である人間観察をしようというところ 終わっておきますすでですね次3つ目の感想に入っていくんですが「歩みとの再会」というところで小道がですね受験当日にハンカチを貸したままだった歩みと再会をしていたわけなんですがまあこう小道の言葉通りですねこうお互いに合格してハンカチを返すことができた。 っていうところはですねなかなか良かったなぁと思ったところではありましたね。またあゆみがですね受験に合格することができたのは、まあ、自分と同じようにですねこう緊張しているという人がいるんだっていうことで安心したからだっていうことを言っていたわけなんですがなんかねそういう精神的な面ってね 大事だよなっててていいう風にね、見ていて感じたところではありますね。それとあゆみがですねずっとハンカチを返したいっていうふうに思っていたけどこう話しかける機会が見つからなかったっていうところはですね小道がセーラー服でかなりね目立っているからこう話しかけに行くと自分まで目立ってしまうっていうところの 要素もあったんじゃないかなっていうふうに感じたところではありますね。まあ、にしてもね、小道と歩がですね、まあ、こう、なんていうか、受験の時にですね、こうハンカチを通じて接点があったっていうところはですね、めちゃめちゃ意外だったなというところではありましたね。まあ、そういうところで、3つ目の感想である 歩みとの再会というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回は小道がですね、ルと青大将を通じて仲良くなっていたわけなんですが、まあ、そこからのこう人間観察の雰囲気がですね、見ていて楽しいところではありましたね。まあ、それと、絵を描いているときに、 ミノルがどんな絵を描いているのかっていうところから他の人がですねどういうものが好きかそういうところを判断しているっていうところもですねなかなか面白いなぁと感じたところでしたまた小道がですね今回だけでもいろいろな人,人たちとですねこう話したりできていたわけなんですが今回話したクラスメートたちと もっと仲良くなれるのかワクワクしてきたところではありますね。まあ、ともあれ次回の話では小道がどんな人たちとこう仲良くなっていくのか今から楽しみにしておきたいなというところで今回のあけびちゃんのセーラー服の第5話の感想ですねこちら終わっておきます。でですね今までにも第1話から 第4話の感想はですね、過去それぞれ、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、賢者の弟子を名乗る賢者の第5話の感想と、プリンセスコネクトリダイブの2期の5話の感想ですね、この2本更新してますんで、 よかったら、こちらの2本もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、えー、明日ですね、明日は、失格門の最強賢者の第5話の感想と、オリエントの第5話の感想、そしてですね、箱詰め交番女子の逆襲の第6話の感想ですね、この3本更新しますんで、明日もラジオの方、 よかったら聞きに来てください。そういうところで本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上沼さんでした。それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。